今も楽しみで元気じゃないや、楽しみ、楽しみ、あのね、うん、これもうあんのもうむっちゃ楽しみやねんっていう、例えば食べ物でもええし、はいはい、今ね、あ、食い物で言うたらね、海ぶどう、それ昨日食うたんやろ、海ぶどう、うまいやろ、どこ行ってもね食べるんですよ、そういう店行ったらね、 あれがね、なんかハマってますね、ずっと、あのもう豪華なステーキとかいらんな、黒いなに食い物ですか、うん、食い物で言うたらラッキョラッ、いや、うちの自家製、この間あの忘年会の時も話してたんですけど、自家製のラッキョがね、うまい、うまいっすよ、つけてんのちゃんと、いや俺がつけるんじゃないよ、うちの代々、うちのおかん、あ、そうかそうか、お母さんの話も申し訳ないですけど、おかんとかがつけてるラッキョがうまいっすよ、あれも俺も何やろな、外食多いやろ、はい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 、この我々職業って、うん、外食多いからな、うん、もうなんか何が食い物楽しみかなと思ったら、もう普通に家で食べるカレーとかな、あ、うん、あ、そっちになりますよね、逆にね、あんなん楽しみやな、はいはいはい、わかりますわかります、うん、なんかもう外で食うの嫌になる時ありますもんね、もう家で食いたいなっていう、家で、俺日曜日とか、うん、こういう夕方おる時に、はい、こうまあ俺の楽しみやで、はい、家の近くにお豆腐屋さんがあんのよ、ちょうど往復走ってこれが8キロぐらいやね、はい、でリュック背負って走りに行くわけよ、はい、な、はい、でお豆腐を買うわけよ、はい、それをリュックの中入れるね、はい、でランニング用のリュックでこう締めて、はい、こう嵐山こう観光客の間をこう走ってくるわけよ、はい、でこう桂川沿いをな、はい、走ってきて、はい、でこれをまあ夏でも湯豆腐っていうかお鍋好きやな、あ、で、まあ、お風呂入ってもっぺん汗かいて出てきてチンカチンカに冷えたビールとこの豆腐を喋る時の幸せな、あ、その時に息子が高校生や帰ってきて、あ、今日焼肉行こうやって言われた時に、はい、家族でね、そんな息子も娘もいつ巣立つか分からへんやん、まあまあそりゃそうですね、そんなもん高校出て大学もどっか行くか分からへんやん、うん、だそういうこと言われた時にできるだけ行ってあげたいと、はい、でも俺はもう外食ばっかりやから、はい、日曜日ゆっくりしたいんや、豆腐食べたいんやんで食べてサザエさん見たいね、なるほど、幸せなやつ、あ、もうええ時間帯ですわこれね、まる子ちゃんサザエさんのこのね、はい、2階建て、はい、これ見たいんや、7時から泣いた、はい、なんでこれ食うって飲んで、ほんでもう酩酊なって、はい、家で寝れるやん、なるほど、んと、うん、それが楽しみやねんな、外食やるときちょっとな、まあ辛いな、まあ行くよ行く、行くようにしてんねんけどな、肉もそんなに昔ほど食えなくなりましたね、もっと行ってもホルモンだけや、塩ホルモン、そうです、そうです、もう肉はいらん、塩ホルモンでも昔あの忘年会とかよく食ってましたよね、あれ一杯10円のチューハイの店あるや、はあ、あれでなほんまに牛肉なしゃぶしゃぶブワー食べ放題、はあ、今でもあんのはこう1980円の食べ放題、あれ拍子肉やでよみんな言ってたな、はあ、かく師匠が、かく師匠がこれうまいな拍子肉かく師匠そんな拍子肉やんと言うことお前こんなもん拍子肉に決まってるねんかおい、もう1杯10円のお前これチューハイこれ100杯飲もうぜみんなで100杯飲もうぜ言うて1000円や100杯飲もうぜだからうまいわ拍子肉いらんこと言わんねえのに一緒ミュンヘンでも一回何年かの5円が、あ、なんかあったな、一杯5円でビール焼いて師匠が5円玉集めてこうて銀行行って全部5円玉利用買いすぎて何年何年言うてよけてやったな、まあ、でもね、そのほんまやね、あの我々でこうやって集まってみんなで飲むっちゅうのはもう前までは豪華な料理がええのかとかやったけども、うん、今はそのメンバーやな、やっぱそうですよ、飲むメンバーですよな、うん、ほんでもっと楽しみ言うたら、なんやろ、その酔いの口から夕方ぐらいから飲めるとかね、うん、贅沢、例えばこの前で自分のことで申し訳ないけども30周年やらせてもらった時に、うん、夕方みんな集まってあこの焼肉屋さんでジュワーって打ち上げをやった時の、うん、もう俺はあの中村郎さんからこの海運店に行くあの道中ね、うん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 、今から打ち上げっていうあれはやっぱり楽しかったね、
楽しみやったな。あのビールうまかった、みんな言うてくれんねん。一発目のあれはまあ、うん、だから一発目まではうまかったんよ、中尾事件の。言うな、言うなそれ、お前言うな、蒸し返すな。せやでパー言うのでまた今中尾腹立ってきたね。いろんな意味であいつ起爆剤やからね。起爆剤やわ。なんかしら、なんか起こるときに必ず中尾の3文字入りますからね。ああ、公式楽しみは何？あでも最近その皆さんと一緒に食べるご飯が楽しみなので、うん、打ち上げとかがあったら、うん、もう本当に嬉しいですね。最近減ったじゃないですか。前まで あの女子部がね、はい、走る男女子部やってる時はロケが多かったので。なるほどなるほど、終わって毎回そんなの。そうなんですよ、が今減ったので。さあロケの日なんか最高やで、ね、温泉やね。おーいいな、温泉行くのよ。で温泉入って、はい、で汗走って汗かいて、温泉入って汗かいて、うん、でビールあるわけやから、うん、グーウェーそんな古式なんて温泉また入りに来るわけや。おお、ほんでこっちでゲームセンターとかあるやん、はい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 、あんなもん誰もやらへんやん、はい、ゲームセンターちょっとこうなんかピンボールとかやるようなこいつなんや、このピンピンピンやらんでええけど、なんかあるもん全部楽しみたいねんね。でプリクラブなんか撮ってな。ほんでなんかあるこっちでロビーの横にあるこうパソコンあるやん、あれでインターネットまでやっとん、何見てんねんあれみたいな。ほんでここのホテルを検索してんねん。もう今検索せんのも今自分が分かおるやん。現場におるのに、現場おんのにここのホテル検索してここおるみたいな。全部楽しみよんで、全部欲張りですね。あそうですね、欲張りやわ。全部使わな損だって思います。おー、はい、なるほど。でもそこであれが楽しいやろ。あれが楽しいです、今ないので。だからこの間久しぶりにあのリレーマラソン大会とかあって、うん、みんなで集まってわーってテンション上がった。あの後なかったじゃないですか。もうなかったね、すごい寂しかったです。あの後実はあの男芸人だけで行っとったんですよ。男芸人だけで開運亭行って打ち上げあったんです、我々だけで。初めて聞きました。女の子はもう自分らは長いと思ったからね。あの後シャワー浴びてメイクしたら長いやん。だもうそれはもう今日は女女子はなしでっていう、ほなバーッと言ったら、まあ実はあの俺も考えてるやと、来週またやるっていうの。そうなんですよ、久しぶりにこの集まる森脇さんとの打ち上げがあるんですよ。嬉しそうな顔してるな。それが今唯一の楽しみ。楽しみ、はい、今月最大の楽しみ。大イベントやな、ほな。大イベントやね。一応6時京都集合やね、はい、いつもその点やるやん。何時来るかしてる、4時に来んねん。4時に来てな、店の前でずーっとおんねんて。どっか行くわけじゃなくて、行かへんねん、はい、この前でもそうやってな、あれ南森町かどっかでな、はい、沖縄料理店で2時間前に来て、公園でずーっとみんな誰が次来るのか待ってんねん。でお店がオープンしたら30分前にちゃんと来てこう待って、はい、でも次来るやつまでに1時間以上待たなあかんでしょ。うん、全然へ、あの、なんていうんですか、へじゃないっていうんですか。へじゃない、へじゃないって、なんじゃそれ。なんやねんそれ、へじゃないって。へでもないっていうんですか。いや、へじゃないだから。だんだんほら、もう楽しみがこうなってたら、こうそうなってもうおかしいの、おかしいなってくる。ほんで、その日の乾杯になる前なんか、どんななってるか、もう、悲鳴起こすって、この声やで。ひゃーってなります。ひゃー、食べなきゃソンソンとかやるよね。うわー、うっとうしいわー。腹立つね。もう走れついたのかもな、そこに。お兄さん。今俺も腹立つわ、嫌やわ。やって食べなきゃソンソン。食べなきゃソンソン。いや、ほんま、殴っていいですか。もうガーなるわ、もう。腹立つわー。うわー、うっとうしい。今日は飲むぞポーズやって。今日は飲んでやるぞ。いやなんじゃそれ。かかってこう。うるさいわほんまに。腹立つわ。どっちが強いか勝負だよってやつ。どっちが強いか勝負だぞ。もう帰りたいわ俺もほんまにもう。こんな音帰りたい、いやや。腹立ちますね。最後歌歌うね。ああ。これ替え歌すんね、替え歌すんね、宮崎元気バージョンでやんね。元気にさんに会いたくて、うん、主義出るまでやめへんでこれ。会いたくて一緒に歌わなきゃ。やかましいわ。うるさいわ。終わり。